待っておったぞ、社会人。行け、ワッパ。裏切り者のすげがさし、死であがなうがよい。侍なぞ本物の武人とは言えぬ。我らが武勲を抜け抜けと盗む野党も同然。覚悟しろ。かかってこい。天中が勝負。ほう。裏切り者の末路を教えてやる。抜くがいい。その剣を抜いた時、貴様は黄泉の国へと旅立つであろう。裏切り者には死あるのみ。ん？死の方？ならば見せてやろう、貴様に。死での舞。え、軟弱者め。戦場にもこん軟弱者め。息を切らしておるぞ。行くぞ、これが死での舞。ふん、どうだ、この死での舞を食らって立っているとはやるじゃないか。だがここまでだったようだな。勝負あったな。さらば浪人。裏切り者には死を。龍蔵曰く、そなたは無類の剣客だと。この身で確かめさせてくれ。信じた方が身のためだぞ。俺は太刀と共に育った身だ。そなたの命の心配をするんだな。ならば見せてやろう。あめ、これが秘技。え、龍蔵の話偽りでは。もう一度だ。それはどうかな。秘技。はあ、憤怒の舞。ふん、たわいもない。勝負あり。お主なかなかの使い手であった。ジン、ユナ。なんかね、ユナのサブクエストが出てきているのでやってみましょう。槍川におるはずでは。まだ戻れないんだ。誰がやった。もうこの百戸町アルタ大綱でひどい話を聞いたよ。人を人とも思っちゃない。食い物や薬を奪い、民をなぶり殺して手向かったり逃げようとした者がいれば血祭りにあげる。そういうことか。馴染みの友がこの先の宿を仕切ってるが、放ってはおけない。そやつを助け、アルタに引導を渡すぞ。引導を渡す。え、すげえ釣られてる。なんてひどいことを。引導を渡す必要があるな。宿はこっちだよ。ブドウみたいになってる。友とは。一っていう私の古い馴染みさ。生きる術を教えてくれた。戦の後にはあったか。いや、何年も無沙汰さ。ひでえな。まずは物見だ。ここからよく見えそうだ。お、ここら。あの男に中の様子を聞くぞ。早くしないと兵が戻るよ。奥のやつって猛虎兵じゃない。戻る、戻って、ああ、中に行ったやつが戻ってくるってこと。ああ、ほら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 、あの槍のやつとか。助けに参った。来てはダメです、見つかってしまう。位置を探してる宿の世話人だ。知っておるか。誰か来てくれ。え、何のつもりだよ。大変だ。なんで。え、ああ、容赦ねえな、ユナちゃん。はい、俺じゃねえのかよ。見せてやろう。
月の肩必殺回転剣舞三連はあ、ふん、無駄なことをダメージを受けるわな。お、ユナも倒したか。オッケー。お、まだ醜く生きているのかこの豚は。お、そいつもどうしたんだ。一と話せ。あ、この人？一。え、この人じゃないの？ん？あの人？ん？あの人じゃん。一、生きてたんだ。何用なのさ。助けに来たんだよ。私を死なす気かい？せっかく猛子どもを酔いつぶしたってのに、こんなことアルタンの耳に入ったらどうなると思ってる。まさか奴らに仕えてるの？死にたくないんだ。どうして戦わないのさ。私を置いて逃げな。あんた得意だろ。ユナは命がけで来たのだぞ。お侍、悪いことは言わない。あの女を信じちゃダメ。イチ、アルタンから守ってやる。居場所はわかるか？誰にも知られてないんだ、あいつの手下にさえ。でも打つ手がないわけじゃない。モーセ、やつの懐刀を探しな。言いなりになってる島の人売りさ、見せしめに殺してやればアルタンが出てくるかもね。人売りだと？ユナに聞きな、よく知ってるよ。お主にどのような遺恨があろうと、ユナの気持ちも汲め。今さら遅すぎるよ。まあ、こいつの気持ちもわかるけどさ、ただ多分亭主かなんかがあ、敵が消えてる。クソ、アイテム回収ができなかった。この野郎、亭主死んだのに。この野郎、なんて胆力してやがるんだこいつ。まあ、言い分はわかるけどね、命かかってっからな。何かわかった？人さらいに詳しいと聞いたが、ユナ殿。イチ曰く、アルタンを巣から出すには焚きつければいいそうだ。クロードなら苦もない。何をすれば？アルタンの腹心を狙う島の人売りだ。マムシの兄弟、知っておるのだろう？イチから聞いたろ。あいつらの集落は川の近くにある。ならばそこで会おう。頼りにしておるぞ。そうしよう。また後で。ん？なんか難色を示してる感じだな。大丈夫か？気分が良くない感じだったが。来たね。いたいた、探したぜ。まるで砦だ。マムシの連中、塀の中のありさまを見られたくないんだよ。牢獄みたいだから。なぜ知っておる？私とタカはここから逃げたんだ。捕らわれたのはいつだ？ずっと昔さ、どちらも幼子だった。覚えておるのだな。忘れるわけない。吉蔵の拳も、万蔵のあの臭い息も、大蔵の手つきも覚えてる。三兄弟を討ち、我らの意を示す。アルタンを釣り出すぞ。猛虎じゃないんだな、じゃあ。何年も前からってことだしね。今の名前もそうだったし。三兄弟、チューしてやるか。行こうか。ユナの後を。見せしめだ、逃亡を図る者らへの。マムシは非道な奴らだったけど、ここまでと。アルタンが吹き込んだのだろうな。ジン、ダメ、これ以上は。トラウマか。もうやだ、戻りたくない。死はせぬ。待っておれ、俺が恨みを晴らしてやる。苦しめてやって。任せろ。タカト、私たちが受けた傷、水をくれと言っただけで、わけもなく殺されたすべての芸人のために、そして私のためにも。必ずや仇を討つ。首を取ってこよう。それじゃ足りない。この地獄を見てごらんよ。闇に乗じて忍び、寝首をかく。
クロードから逃れる術なしと教えてやる。なら早いこと教えてやりなよ。言って。ジン、もし捕まったら自害した方がいいよ。そこで、そこで待ってろ。俺が全てを終わらせてくる。え、バンペを殺すな。見つかるな。え、バンペ殺した。え、バンペだから猛虎兵はいいんだよな。待ってろ、すぐにぶち殺してやるからな。天柱。え、あ、ダメなんだ。ここにいそうだな。あ、こいつじゃないか。こっち向いてんな。地獄に落ちよ。その首もらった。これ上から行けたんだな。じゃあ上から行けばよかったな。あ、今少しだけ辛抱してくれ。あ、ここに囚われてるやつがいたのか。この家だな。はっ、死ね。天柱。これまでの罪の報いだ。もらっていくぞ。あと一人だ。こいつだな。死ね。首をもらうぞ。残りは虫にくれてやる。こいつだ。オッケー。いや、だいぶ探しましたな、こいつは。こやつで最後、ユナの元へ戻るとするか。さあ、戻るとするか。首を持ってな。ここでいいんだよな。オッケーオッケー。戻れました。すごい眩しい。ちょっと一回さ、笛吹きたかったんだが。もう生まれない。苦しんで死んだ。罪に比べれば足りぬ。だが大綱の民は救われるだろう。大勢が生き地獄を味わってきたことを知ってたのに、私は何もしてやれなかった。今から始めればよい。まずはアルタンに意を示すぞ。一目で腰が抜けるようなものにしよう。兵を外に呼び出し、気づかせよう。見届けさせて。草むらに隠れるぞ。団子三兄弟みたいになったよ。でもこういうことしてるやつらだぞ。この黒焦げにして、串刺しにして、これぐらいでビビるか。私に任せて。さすがは女優。あ、腰抜かした。死体見つけてなかったのかよ、こいつら。あいつら一目散に逃げていったね。アルタンに知らせるだろう。もう一人いるんだ。皆を集落にさらってきた男、黒犬。ならば切るまでアルタンの一味は生かしておけぬ。きっと黒犬は海沿いにいる。あいつの八重があるんだ。そこで会おう。その前にそこの奴ら全滅させていいかな。ジン、ユナ、参ったぞ。それは人形だよ。血に染まってる。黒犬は子供までさらうのか。ああ、そしてマムシの兄弟に売るんだ。
どこにおる？この先に野営がある。猛虎が見張ってるけど。ならばまとめて切る。黒犬は私が殺さなきゃ。ずっと昔に機会はあった。でもできなかった。力を貸すぞ。野営に攻め入り引きずり出してやろう。そして命乞いさせてやりたい。無様な姿で。無論だ。黒犬を始末すればアルタンも震え上がるだろう。豚のように泣かせてやろう。行こう行こう。ユナ、意外と近い。猛虎だ。見つかったら仲間を呼ばれる。俺がやろう。うん、お、あ、こいつ一匹だけでは、やってはやっても構わんということか。行くぞ。終わった。こっちか。あれか、見知った地なのか。槍川を出た後タカと来たんだ。かくまってもらえると信じてね。もうちょっと近づいても。あ、猛虎兵を倒せ。こういう、まあこういうものでも構わんちゃ構わんのだが、そうじゃないよな。俺の戦い方はこうだ。来い猛虎兵ども。はっはー、いてえいてえな。あぶれ、見せてやろう月の方。回転3連、2連で死んでいるが、もう一度だ。回転3連、2連で死んでいるが、ふん、痛え。ふん、当たるか。間抜け。ふん、こんな攻撃が俺に通用するとでも思っていたのか。ん？目標がいない？では、ちょっと陣を荒らさせてもらおうか。なかなか溜め込んでやがったな。尻尾を巻いて逃げたな。絶対に逃がさない。待て、船が沖に出ておる。あの中だろ。あれか。え、泳いで行けってこと？あ、小舟の階。小舟？これ？あ、ここの中にもあるわ、朝が。行こう。どこに行った？もうこの悲鳴で呼び出す。惨殺しろってことだな。いいぜ、来いよ。はい。はっはー。はい。さあ、かかってこい。ん？まだ生きているんじゃないか？ん？生きているんじゃないのか？なんでとどめを刺すか出てこないんだ？しゃあないな。あれ？生き残、あ、あれちょっと死んでなかったのか。しまった。これに気を取られて。ふん。何か思い違いをしておるな。すべてアルタンの命だ。子供をさらっておるだろう。違う、あれは。忘れたとは言わせないよ。私と弟の鷹を捕らえて。マムシの集落に撃ったじゃないか。タカ、あれは可愛い子だったな。俺の記憶ではお前があいつを差し出したんだぞ。知っていれば。ユナ、お主が切れ。素早い。怪我はないか。早く船を降りて。もうやぞ。アルタンも我らのことに気づき、動かざるを得まい。ジン、黒犬が言ってたこと本当なんだ。なんだと？あいつとは大綱であって
飯と寝床やるって言われたから、タカも連れて行ったんだ。気づいたら酒飲まされて眠って、タカは起きなかったけど私は見てた。あいつを殺せばタカを救えた。でも怖くて見てるしかなかった。せめてはならぬ。こたびのことで守られた子もおろう。少し休みたい。宿に戻る。後で会おう。涙と過去はこの雨で流せ。そして後は任せろ俺に。ここにいたか、ユナ。ユナのターン、最終幕、やっていきましょう。何事だ？アルタンが来たんだよ。おかげでこのざまだ。櫛の境にある野営で待ってるとさ。許してはおけぬ。必ず成敗しよう。殺すしか能がないくせに。民を守るが我らの務め。アルタンにも思い知らせてやる。それはあんたの務めだろ。ユナはどうなのさ。野党に誇りなんてない。どうにかするから、約束だ。約束なんて信じられないね、あんたのことも。馬のところに行こう。最後に信じてやっちゃくれねえか、ユナのことを。信じられねえかもしれねえ。だが、な、頼むぜ。馬に乗れ。あれ、馬のところにいるって言ってなかったっけ？あ、今来てる。今来てるじゃん。ユナを待て。先に行ったはずなのに。そっち？罠に飛び入るようなものだぞ。でも位置には借りがあるんだ。我らの狙いはアルタンだ。何があったにせよ心を囚われるな。何も知らないくせに。位置と会ったのはマムシの集落。あの子も芸人だ。それからはいい姉貴分さ。面倒もよく見てくれて。逃げ出したのも位置の案。位置が選んだことだ。借りではない。まだ続きがある。三人で逃げようって約束して、一斉に走り出した矢先に一が悲鳴を上げたんだ。でも助けなかった。あの子を見捨てたのさ。命の恩人をね。己を責めるな。マムシの兄弟に挑んだとしてもなぶり殺されておっただけだ。逃げるが勝ちだったってこと？しかも子供だ。逃げねば生きられぬ時もある。後ろめたさを引きずるな。過去の話だ。アルタンとの戦いで枷になる。そんなこと言われずとも分かってる。まあ仕方がないだろう。子供だったんだし。逃げなきゃ絶対に死んでるしな。ここだ。抜かるな。アルタンの兵の数すら分からんぞ。どこかに隠れてるかもね。ここがアルタンの。ほう。野党どもが。いや、もう子供がいるな。だが、こそこそ行くのは一騎打ちだ。青い兵なんざただの雑魚だからな。いて。嘘でしょ。甘いな。はい、五の線。まあ正面から挨拶でもしに行こうか。アルタンにな。アルタンじゃなかった。アルテン、あ、アルテンだったっけ。アルタンだったっけ。お前は何なんだ。なんで来たんだ。さあかかってこい。逃げも隠れもせんぞ。こっちがいいか。槍がいるから。おい、宇藤君。
はいよー無駄なこと石のことはあん？やるじゃないか。ちょっとカメラが見にくい。ふん。あ、この線。その程度なのか、アルタンの兵士は。こんなもんで生きがってたのか。ユナちゃんどうした？他にはまだいそうだが。どこだ？あっちいるな。隠れるために使うのではない。見つけるために。使うのだ。お、やるじゃねえか。ん、ちょっと待って、見えない見えない、全く見えない。ちょっと待って、はいはい、この線、こいつは合併なので、行くぜ。3連2連で死んでいるかな。ん、まだいるんだよね。アルテンはどこだ？どこに嫌がる？じゃなければ物資を漁るぞ。ん？あれは？あ、いるじゃん。来いよ。来い。アルテン、いつまで逃げて回るつもりだ？その通りだ。かかってこい。ジン、誰か来る。ん？あ、ちょっとその前に争う。あいつだ。アルタン。手下を引き連れやがって。2体？たくさんか。一人で十分だ。お前は下がってろ。アルタン。数々の所業を悔やむがいい。笑わせるでない。同胞を手にかけておいて。マムシの兄弟も黒犬も裏切り者だ。だからどうした？クロードとなって殺してもいいというのか。竜像がこちらに着いたのもよくわかる。黙れ。ザレ事はしまいだ。はっ、来いよアルタン。究極の非奥義というものがどういうものか、その身で味わうがいい。行くぞ、四殿一線からの。あれ、なかった。さあ来た、行くぜ。フンヌの舞。はあはあ、ザコメ。あ、まだいるのか。ボスには勝ったのに。まさか雑魚戦があるとはな。甘いわ、雑魚どもが。終わりか。なんで負けたんだ、こんな奴らに。いや、不意を打たれた。え、見に来たってことか。馬もないのに何を生きている。貴様、話すか。あ、来た。アルタンを殺してもクロードを仇に思う連中はいる。みんな次は自分の番だって怯えてるよ。俺が斬るのは悪人のみだ。私たちをどう見る？ただの化け物。あんたらはよくやったと思うよ。さよなら、ユナ。イチの言葉気にしないで。皆に恐れられてはかなわんな。あんたの行いもその訳もわからない奴らがいる。だが下道に落ちてはおらぬか。落ちててもあんたには正義があるよ。
おかしいな。正面から切り伏せてるはずなんだが。おかしいな。なあ影。